ホムラグレン隊。負けるわけには参りません。行ってらっしゃい。アスカ。ホムラちゃん。月戦に負けるとは情けない。あいつらは私たちが倒したぞ。なんでホムラちゃんたちが月戦のみんなを？もしかして私たちの敵討ちとか？違う。私の獲物を横取りした奴らが気に食わなかっただけだ。でも私たちだって決戦には勝ったけど。何？負けたのは前哨戦の話だよ。学園祭の本番ではちゃんと勝ったもん。ねえ、言い訳がましい。素直にありがとうとは言えんのか？なんでホムラちゃんにお礼を言わないといけないの？だって決戦と戦ったのは私たちのためじゃないんでしょ？まあまあ、二人とも落ち着いてください。そうですよ、久しぶりの再会なのですから。ヨミさんもお元気でしたか？ええ、元気でやっています。最近は忍法だけではなく料理の腕前も上がりましたわ。それはすごいですね。でも私も料理に関しては負けませんよ。イカルガさんの料理ですか？はい、何か？いえ、風の噂でイカルガさんの料理は凄まじいと聞いていましたから。何でもラーメンとお寿司とスルメを一緒に煮込んだとか。ああ、スルメラーメン太巻きエディションのことですね。懐かしいですわね。美味しくなさそう。はい、ヨミさん、今何とおっしゃいましたか？いえ、別に。まさか私の作る料理が美味しくないとでも？食べもしないで判断するのはおやめください。でもどう考えても人の食べ物とは思えません。食材に対して不誠実です。なんですって？では今この場で作って差し上げます。ちゃんと食べてから判断なさってください。嫌です。そんな食材を冒涜した料理はいただきません。ちょっとイカルガさん、落ち着いて。ヨミ、お前も少し冷静に。ならば無理やりにでも食べていただきます。私の名誉のために。いざ！全力で抵抗させていただきます。毎瞬自爆は？イカルガ、舞い忍びます。いざ、無縁のごとく舞い散れ。はっはっ、遅い。はっ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 、遅い。ここまでです。やっ
危なかったです。悔しい。私の名誉が。あのね、ヨミちゃん、イカルガさんって本当に料理うまいんだよ。そうなのですか？うん。スルメラーメン太巻きエディションだってすっごく美味しかったんだから。アスカさん、なるほど、見た目や偏見で決めつけてはいけないのですね。またやってしまいました。ごめんなさい、イカルガさん、今度ぜひ料理を食べさせてください。はい、腕によりをかけますわ。そうだ、もやしや野草も料理に使ってくださいませんか？そうすれば私のレパートリーも増えますし。なるほど、スルメラーメン野草もやしスペシャルですか。いけそうですね。勘弁してくれ。上出来ですわ。わしに任しとき。いってらっしゃいませ。日陰、あんただけだ、骨のあるやつは。だって見ろ、
なんでホムダたちは半蔵なんかと仲良くするのだ。悪人の忍び学生として信じられない光景だ。わしが半蔵の連中と仲良くしないのは、仲良くっていうのがどういうものかよくわからんからよ。日陰、お前までもういい。なんだ、闇討ちはもうやめたのか。やめだ。今のままではお前は殺せない。なんだ、もう諦めるのか。諦めるわけではない。鍛え直してからもう一度お前に挑む。ああ、望むところだ。ホムラ、私に殺されるまで誰にもやられるな。どうしたの？え？
なんか暗い顔してるわよ。人ともっとうまく話すことができたらいろいろ違ってくるのかもしれんな。あら、日陰ちゃんはおしゃべりが上手になりたいの？そんなことなら簡単よ。私に任せてちょうだい。これは？日陰ちゃんでもパーッと明るくなれる薬よ。ぜひ一回試して。体に害はないし、依存症もなし。なんかこれやばいんとちゃう？カツラギ、元気してたん？ん？お前は日陰か？そうや、日陰やん。そんなの見ればわかるやん。見てもわからんか？そんなの悲しいやん。もっとわしのこと見てくれよ。寂しいやん、人恋しいやん。なんか雰囲気変わってないか？そんなことないよ、いつも通りの日陰ちゃんやで。日陰ちゃんピース。いやいや、テンションが明らかにおかしいぞ。抜け人になるって大変なんだな。ここまで人を変えちまうなんて。カツラギ、元気がないやないか。仕方ない、わしが元気にしちゃるよ。それおっぱいもみもみ。やめろって。なんでや、カツラギこういうの好きやん。それもみもみ。なんや、世の中っちゅうのがこんなに楽しいもんやとは思わんかったわ。世界が回ってるで。カツラギも回ってるで。わしも回っちゃおっか。こりゃ目を覚まさせないとダメだな。日陰舞人汁。カツラギ舞い忍びます。いざ無縁のごとく舞い散れ。やろうって遅いで。仕留めたら。やりやりやってやろうって。やった。いくで。よっ、これでどうだ。ちょっと待った。っぽいな。時間仕留めたら。なんだ。なんの。いくで。セット。はい。せい。え。やっ。ちょっと待った。やった。
たね。おっと、くれ、見せ場だ。しゃあ、しゃあ、覚悟しろよ。しゃあ、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 秘伝忍法。うわぁ、なんの、どうやら、な、やりやがったな。はぁ、だれ、秘伝忍法。なんの、チェソン、えっ、えにならへんわ。わし、どないしてたん？お、まともに戻ったか。何も覚えてないわ。ひどかったぜ。なんか見ちゃいけないものを見ちまった気がしたよ。はるかさんの薬のせいやね。やっぱあの人に頼んだのが間違いやったわ。薬って何の薬だよ。もうちょい人と話せるようにならんのかと思ってな、はるかさんに相談したんよ。それであのざまか。とんだ災難だったな。でもよ、そのおかげで日陰は今のままでいいって分かったじゃないか。そうか。無理に話せるようになんかならなくてもいいさ。信頼し合ってれば言葉なんて不要だろ。まあそうかもな。なんや、吹っ切れたわ。ありがとさ。いいってことよ。それより、なんや、その薬ってまだ余ってるか。欲しいんだけど。何に使うん？決まってるじゃないか。イカルガに飲ませるんだよ。シシシシ、面白くなりそうだろ。薬はわしが責任を持って破棄した方が良さそうやね。評価もろた。なんだお前か。何しに来た。
相変わらず嫌なやつね。せっかくあんたに稽古でもつけてあげようと思ったのに。無用だ、さらば。待ちなさいよ。話はそれだけじゃないんだから。なんだ。あんたは私のことをどう思ってるのよ。急になんだ。いいから答えなさい。そうだな、眼帯がかぶってて不快だ。お前が思ってることを言えと言ったからだ。それはそうだけど、私だってキャラが被って迷惑だと思ってたわ。ならお前が外せばいい。俺には外せない理由がある。理由って何よ。超秘伝忍法の力を封じているとかじゃないの。それは忍びになってからのことだ。もともとは別の理由だ、眼帯をしたのは。それよ、その理由を教えなさいよ。聞きたければまずはお前から話すがいい。それが礼儀というものだ。そんなのずるいよ。どうせあんたは私が話しても言わないだろうし。そんなことはない。さあ話すがいい。ちょっと待って。じゃあ勝負して負けた方から話すってのはどう。構わんぞ、どうせ俺が勝つからな。むっか、今の言葉忘れないでよね。未来マイキュンキル。余裕マイキュン。いざ無縁のごとくマイチル。できるか。くそ、まだだ。さあ、これ。やらせん。
本番はこれからだ、秘伝忍法。秘伝忍法、本番はこれからだ、秘伝忍法。まだだ。はっと、せいと、はっ。打ち止め、と、えぇ、打ち止め。行くぞ。なんだ、まだだ。決着。私の勝ちね。さあ、話してもらうわよ。仕方ない。俺が眼帯をしている理由は、忘れたくないことがあるからだ。忘れたくないこと？妹のことだ。死んでしまったの。そうだったんだ。お前はなぜ眼帯をしている？私の理由はそのままだよ。眼帯をつけたきっかけは、見たくないものを見ないため。お前をいじめていた連中のことか。周りが見えれば見えるほど嫌なものを見なくちゃいけないから。それだったら私は見えなくていい、そう思ってたんだ。なるほどな。でも最近は自分のことも見えなくなっちゃったみたい。人にどんな風に見られてるか考えると怖いよ。情けない。人にどう見られようと、どう思われようと関係ないではないか。お前はお前だ。自信を持って生きれば、怖がる必要などない。自信か。でも自信ってどうやって持てばいいんだろう。失礼なやつだな、お前は。この俺に勝ったことでは自信にならないのか。そんなことないよ。だったらそれでいいだろう。ありがとう。なんか少し励まされた。大体だな。どうせお前などたかが知れているのだ。今さら他人にどう思われようが、何を怖がる必要がある。何その言い草。向かう
本当のことを言ったまでだ。感謝した私が間違いだったわ。やっぱりあんたのことは大嫌い、バーカ。うん、それでいい。褒めてもいいよ。